はい、こんにちは。プリマザグ10番クリニックの大場です。本日は浦波村法と呼ばれる方法について、解説させていただこうと思います。浦波村法は、経血膜にですね、眼下脂肪の移動を行う手術になります。こちらはですね、この目の目袋が目立っていて、改善したい、このいわゆるクマ、影クマですね、このティアトラフと言われるこの溝とこの目袋が目立つ人に適した手術になります。で、皮膚の余剰が多い、シワ気になる方はですね、切除、皮膚の切除を伴う歯村法、表歯村、ですねをおすすめすることが多いですけれども、この浦波村法というのは皮膚のその余剰ですね、それほど多くないなという比較的若い、年代の方によく行う手術になります。具体的には大体20代から40代の方に行うことが多いと思います。で、この目袋っていうのは下眼球の眼下脂肪がこう加齢とともに飛び出してきた症状ですね。で、加齢を伴わなくても、もともとこの眼下の骨の容積が小さくて中のその脂肪が多い方は、相対的にここはもう若い頃からですね目立つ方もいらっしゃいます。で、このティアートラフはですね、オービクレースリテイニングリガメントという、人体で、皮膚とこの骨がですねくっついているそういう溝になります。ですから、その部分はですね簡単に膨らまないので、この下眼球の柔らかい皮膚が眼下脂肪によって押し出されて膨らんでくる。そしてこの溝は全然膨らまないで、その結局コントラストでというかですね、膨らみと溝が、強調されてですね影になってクマに、なってしまうわけですね。ですからこの浦波村法のいいところは、このティアトラフに、ある溝をこう人体を剥がしてですね、骨から剥がしましてスペースを作って、そこにこの眼下脂肪を移動させてあげることで溝を浅くして、で膨らみを減らすという、ね、そういった、形態の改善を図れる術式になります。それではですね、具体的な手術の方法について解説したいと思いますけれども、手術はもちろんもうルーペですね、拡大鏡を使って行います。で、手術器具も、出血をしないような、高周波メスですね、あるいは高周波関連の、その、摂取を使って、手術を進めます。最近では結膜は CO2 レーザーを使ってですね、切開しますので、出血が、全くないわけですね。安全に、手術を、効果的に進めることが可能です。結膜の切開からこの骨の縁まで剥離してですね、でこの上顎骨の骨の、眼下の縁から大体1センチ前後ですね剥がします。先ほど申し上げましたリガメントを剥がしてですね、で脂肪を移動させるスペースをこの鼻の方からこの下の、外側の方までですね、作ってですね、でこの眼下脂肪の内側と中央のあたりの脂肪がですね比較的多いので、そこをこう効果的に、外側の方の脂肪も利用することはまれにあるんですけれども、多くは中央と内側の脂肪を使って、脂肪の移動を行います。とそれではですね、手術のですね実際の、動画を共覧したいと思いますけれども、術野がとても狭いので、脂肪の移動の部分に関しましてはもうちょっと、なかなか分かりづらいので、手術のその準備といいますか、局所麻酔するところから切開してその骨の部分までアプローチするところをですね、お見せしようかなと思います。まずこれは局所麻酔をですね、入れて結膜に入れているところです。針は34ゲージというすごい細い針を使用します。でこの方は、高周波の、ニードルを使って、切開をしました。出血がほとんどないんですね。でスキンフックで結膜の展開をします。再度高周波の機械を使って、剥離を進めます。今これは奥の骨の上を人体をですね外して、ポケットを作っているところになります。もうすごく奥なのですいません、分かりづらくて、これが香川県の
アプローチの動画になります、はい。下まぶたのですね、お悩み、些細なことでも結構です、お気軽に当院までご相談にいらしてください、ご視聴ありがとうございました。